両クラブの選手たちがノエビアスタジアム神戸のピッチに足を踏み入れようとしています。鹿島のキックオフで試合が始まります。まずはレオシルバ、そして長戸、ライナー性のクロス、ファンガラーのシュートか、前川、いやあの体勢から強いシュート打ってきましたね。いやよくあの体勢からよく打ちましたね、はい、しっかりと腰が回って、そしてファンガラーの今度はクロス、ヘッドポストだ、最後犬飼だったか、犬飼です。まあ、このファンガラーの選手のもピンポイントですけど、まあ、大崎選手もついてましたけども、そしてプレッシャーを強めて取り切りました。三沢健人、上田はシュートだー、そのまま入りました。9試合ぶりのゴール、上田綺世のゴールで鹿島先制です。キックフェイントかけての次のシュートですからね、非常にコースにしっかり狙って打ってますよね。非常に見事なゴールでしたね。ここはうまく外した神戸、イニエスタ右に回ってきています。そこから古橋に出す、どうだ、シュート、沖のキャッチ、イニエスタ古橋の多くなってますもんね。そうですね、なかなか縦につけることができません。まあそこ1本入ると本当に中盤がグッと絞るんですけどね、はい、上田から泉だ、前川よく飛び出しました。もう少し短ければっていうところですね。そうですね、初瀬から藤本、シュートは打たせなかったレオシルバ、田中純也、逆に安井だ、沖のセーブ、これで14試合連続スタメンのゴールキーパーは21歳の沖。ファンガラーの中でプレーをしながらスルーパスだ、上田シュート、ビッグセーブ、前川、そして山口穂高ホイッスル、ここで神戸ボールです。ワンタッチでファンガラーノに戻します。中に泉が入っている、ファンガラーノから泉だ、前半終了間際、10試合ぶりのゴールは泉、貴重な2点目を追加しました、はい。まあ、このファンガラーノ選手の動き出しですよね。もう前線に入った途端にこうサポートに回ってますし、動き出しの速さ、まあ、この中に入った泉選手のこのファイ逃げるこの動きですよね。後半は神戸のキックオフで始まります。まずはサンペールからイニエスタ、ここは右足インスイング、イニエスタ、ニアに来る、フリックした、藤本だ、鹿島キラー健在、サポーターの思いが届きました、はい。まあ、このイニエスタ選手のボールも非常に良かったですし、まあ、この西選手のこの薄くすワンタッチ入れ替わるようなボール、ファンガラーノ狙っている、ファンガラーノ、そして左足のシュートだー、最後土井翔馬、3点目は鹿島、来るっていうぐらいのボールっていうのはもう分かってましたよね、はい、動き出しも良かったですし、この残したボールも非常に正確でしたし、まあ、ここの最後の左足もね、しっかりこうコース見ながら、まあ、強さはないですけどしっかりコースに流し込んだっていうゴールですね、はい。まあ、鹿島の方が流れが、ね、あまりなかっただけにこの3点目大きいですよね。菊池、もう一度菊池だ、シュートブロック、町田だったか、いや町田選手2回弾き返しました ね、 ですね、2人に挟まれる、
ここでホイッスルが響き渡りました。1対3、最後の最後まで追いかけた神戸でもありますが、老快な鹿島が上回りました。鹿島アントラーズ見事勝ち点。